はい、これはタチウオの、引き釣りっていう、てんやを使った引き釣りです。でこれはシマノのタチウオゲッターという、道具です。でキビナゴを、従来はワイヤーで巻いてたんですが、その手間がなくなりました。ここのところに頭を挟み込んで、そのまま、下に針金があるんでこうブスブスっと刺します。で、で上にもここにも針がついてるんで、針でこう刺していきます。でここの輪っかをこういうふうに下にこう留めるだけです。でこれで、ちゃんとセットしたらこれで出来上がりです。